はい、おはようございます。ラスカルでございます。いやー、昨日ね1時前ぐらいに寝たんですけれども、今朝5時前に起きました。おじさん化がですね進んでおります。ラスカルでございます。おはようございます。今日はですね、そんなおじさん化が進んでいる僕ではございますが、最近ねダイエットなんかもして胃の調子が上がってきたので、今日はねガチチャレンジです。はい、いつものねガチガチ詐欺というか、喋りながらやるガチチャレンジではなくて、もう本当のガチチャレンジ、本日ですねこちら皆様もよくご存知のマサボーさんに訪れております。本日ですね、チャレンジとして挑ませていただきますのが、結構ねみんなもやっているお寿司のチャレンジメニューでございます。こちらのねお寿司チャレンジ、まあ人によってね若干ルールが違うんですけれども、今回僕はお寿司150貫制限時間40分というチャレンジに挑もうと思っております。でね、店主さんから LINE 来たんだけれども、今回の総重量 5.8 キロだって。やばいね。前回ですねマサボーさんで5キロのね海鮮丼、これ40分で間に合わなかったんですよ。ですが今回はですねさらに増量ということで、まあ、海鮮系はねかなり辛い、しんどい、大変なね、食材になるんですけれども、まあ成長してるかなと希望を持ちつつ、本日はですね前回よりもさらにハードル上げたチャレンジに挑んでいこうと思います。てかさ、普通の回転寿司で100皿とか食べてやっとね確か5キロとかそんなもんなんだよね。そう考えると150貫ってことは75皿で 5.8 キロだから、やっぱりねマサボーさんのネタ素材はでかすぎはい、ということでですね、ただいま店内に入っております。今日はお寿司150貫、ここにね 5.8 キロ乗りますので、多分この画面を寿司で覆い尽くします。まあそれぐらいですね量がやばいんですけれども、改めて説明いたしますと、本日はお寿司が150貫で制限時間が40分、総重量でいうとおおよそ 5.8 キロ前後となるそうです。それにしてもですね、やっぱマサボーさんめちゃくちゃ人気ですわ。今日ね結構早めにお店の方に着いたんですよ。10時半前ぐらいかな。でそっからですねオープンまでもうずっとお客様がもう来ておりまして、オープン前にはねもう外待ちしてるぐらいの人気店でございます。ぜひですね皆様もこのマサボーさんで食べたいよっていう方はですね、お寿司屋さんですので、まあ、ネタ切れだったりとかメニューによってはね出せないものも出てくる可能性もございますので、早めにですねご来店されて好きなものを食べるのを僕はお勧めさせていただきたいと思います。マジでうまいから。いや今日はね本当にちょっとそのマジでうまいものをいろいろとねレビューできないのが悔しいんだけれども、まあせっかくですね大将が本気チャレンジとして用意していただくので、僕もですね、全力でこのチャレンジに挑んでいきたいと思います。はい、ということでただいまですね本日のお寿司で揃いました。こちらでございます。とんでもないですね。正直ですね、まあ、5.8 って聞いてたので、覚悟はしてたんですけれども、想定より全然多いです。まあ、本当にね、ちょっとネタを一個ずつ紹介したいんだけれども、まあ、一回ですね、一回まとめて、インサートでご紹介させていただきたいと思います。本日の推しのラインナップは、こんな感じでございますね。とにかく、めちゃくちゃうまそうなんですよ。これすべて合わせて150貫ということで、せっかくなら正面からの映像でねこうバーッとなくなっていった絵が撮りたいので、外側の方から、食べ進めていこうと思います。じゃあそしたらですね、本日制限時間40分でこちらのチャレンジ始めさせていただきたいと思います。3秒前からいただいていいですか。はい、大丈夫ですか、用意の方は。はい、大丈夫です。はい、じゃあいきます。はい、3、2、1、スタートです。はい、よっと、よし、先生、いただきます。はい、よし、ちょっと貝からいきますね。うん、うまっ。
まい。ただいま20巻完食でございますね。やっぱり、ね、貝とか軍艦がねちょっとこういう大食いには大変なので前半の方に置かせていただきました。ただいまですね、完食数が40巻ということで、だいたい全体の4分の1ですけど、まあオーバーペースなのもありますが、やっぱりこのお寿司っていうね、この大食いだと結構きつい食材なので、とてもじゃないけど、あと4分の3残ってるお腹の具合ではないかもしれない。これやべえな。わかるな。いてぇ。お魚と違って、あの、数の子油がないから、ダイレクトにわさびきますね。うまっ。うわ、いくら贅沢。イクラ丼食べたいですね、このイクラで。めちゃくちゃうまいね。イクラ丼やりましょうか、次。もう次はね、もう今日ガチチャレンジだから絶対味わいに来るから。もうやつ、ここでもう言っとく。次のマサボさん絶対味わう。味わってもらいたいですね。うん。この味、そうだ、うまいんだ。ニンニクが効いててね、うまいのよ。うん。
ただいまちょうど13分経過でぴったり半分でございますね。ペース的にはまあなかなかいいんじゃないでしょうか。またこのネギトロの量よ、すごいね。のどくろの油すごい。もう炙ってあるのに醤油をはじきますもんね。この油は最初に食いたかった。3分の1残ってるから、楽しんでください。ということで今ですね、もうすぐ20分経過ということで、現在ですね100貫完食でございます。残り3分の1、微妙微妙。ここに来て甘エビ軽い、食べやすい、甘くてうまっ。
どうしました？危ねえ。きっつ。おやつは？いらない。絶対いらない。はい、ということでですね、今日の動画はオープニング等の宣言通りガチチャレンジということで、ギリギリですね、39分34秒ということで、残り26秒残してなんとかね、完食させていただきました。重量器って分かる通り 5.8 って、まあ僕らにとってはね、限界の量ではございません。ただですね、こうやってお寿司、まあ僕ら大食いのお寿司する時も大体ネタが3種類ぐらいしかなかったりするんですよね。やっぱ少ない方が食べ方とかお茶の飲むタイミングとかネタによって変えなきゃいけないってことがないので、やっぱり食べやすいんですけれども、まあ大将のね心遣いで30種類のネタをですねご用意いただいたので、逆に味に関しては本当に最後まで飽きずにね、美味しく食べれたんですけれども、やっぱり白身、赤身で脂の多いものだったり、締めてある食材だったりとか、まあ熟成させてる食材、弾力があったりとか柔らかかったりっていう、なんかいろいろね、こう食感の違いがあって食べ方の違いがあるので、正直この関数、この量を食べるに対してちょっとお茶は取りすぎたのかなっていう気もします。まあただですね、本当に3種類のネタだけで大食いとかしてるときは、最後の方ねもうちょっと魚の匂いとかがきつくなったりして、どうしてもそのお腹いっぱいじゃなくて香りで飲み込めないっていうことがよくあるんですけれども、まあ今回はですね、もう本当に
最後まで美味しくいただけましたし、ただね、飲み込むタイミングが何度もね逃したというか、日々変わっていったのでなかなかね飲み込めないっていうところもあったんだけれども、まあね今日はこんだけ喋れるぐらいなんで、お腹的には全然まだギリギリではありませんが、この後は食べませんみんなのようにねおやつの時間はやりませんまあ今回ですね、こうやってやってるものに関しましては、みんなの動画を見て分かる通り制限時間とか関数がバラバラですので、正式にあるチャレンジメニューではないんですけれども、お店の方でもまあ20、30、40巻とこの船の形でね、提供できるようなメニューもあるみたいなので、ぜひですね、みんなで飲み会に来る時とか、こういったねいっぱいお寿司あるとテンション上がりますから、美味しいお寿司を目の前に美味しいお酒でね、このマサボーさんで楽しんでみてください。ちなみにね、本当にここは毎日大将がねネタ仕入れに行ったりとか、まあ本当に北陸の方から直送でね新鮮なネタを送ってるので、毎日ねちょっとネタが若干変わったりもするので、その当日ですね握れるネタに関してはお店の方に確認してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本当に良かった。もう何が一番嫌だって、苦しくて作業で食うのが嫌だったんで、こんだけ美味しいからね、もう最高の撮影でございました。何を言おうとしたんだっけ、この動画がね良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルも活動を行っておりまして、そちらはね概要欄の方に記載がございます。まあ今日のは喋ってないで食べたから、黙食動画もこっちもメインもねあんま変わらないと思うんだけれども、まあぜひねそっちもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日はですね雑談コーナーということで、まあ今回のですねチャレンジメニューガチチャレンジということで、もう本当にギリギリでございました。容量というよりかはね、チャレンジ内容として時間がねもうやばかったね。でやっぱりですね、前回も、ガチチャレンジ金華堂さんでやらせていただいて、コメントの方でもですね久々ですごく楽しかったと、いろいろとお声いただきまして、やっぱ僕もねそういうコメントを見ててすごく嬉しい気持ちになりました。で先日ですね、見ていただいた方も多いかとは思うんですけれども、テレビの大食い王ですね、いわゆるこの大食い同士がガチで戦う、まあテレビ番組なんですけれども、今年もですね出場させていただきまして、実はですね、まあ、ダイエットに関しては、ちょっと太りすぎだなと思って個人的にねダイエットはしたんですけれども、結果としてですね、まあ、調整、大会用の調整としてかなり、痩せた分食べれる量が増えてよかったなと思います。結果的にはですね、いわゆる、その本戦の1回戦目で、敗退してしまったということで悔しい結果ではございますが、もうそうね、正直動画のね活動を始める前から、飲み仲間であった本当にゾウくんがね、あそこまでの結果を出せて、やっぱりこの若い子たちがね、育ってるこの現状すごく嬉しいなと思いますし、僕自身もですねしばらくはこの大食いの熱と言いますか、やっぱりこう楽しんでねお店や料理を紹介したいという気持ちが強くて、ガチガチでもう本当にきついものをやるっていうことに関しては敬遠してたわけじゃないんですけれども、やっぱり足がちょっと遠のいてた、そんな部分ありましたが、今回の大会をきっかけにですね、やっぱりこういう本気で戦うこと、まあ一人でもですねチャレンジメニューに対して本気で挑むことっていうのすごく楽しいなと思いましたので、今後もですね引き続きそんな感じで、まあ、ガチでやるようなチャレンジメニューも定期的に行っていければいいなと思っております。やっぱりですね大食いが好きで僕のチャンネルをね見てくださった方がすごく多いと思うので、その期待に行ったわけではないんですけれども、一緒にねこの僕が面白いと思ってやってることを面白いと思って見てもらえるようにですね、どん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 ガチチャレンジやっていきたいと思います。はい、ということで本日の雑談コーナーはこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。